テキサス・レンジャーテキサス・レンジャーは、米国テキサス州公安局に属する法執行官。アメリカ最古の州法執行機関であり、ハイウェイパトロールと共に、州公安局の中核を担っている。メジャーリーグのチーム、テキサス・レンジャーズは、本体にちなんで命名されたものである。1821年、スティーブン・オースティンは、メキシコ領テキサスへの入植の認可を得て、 まず300家族が移民した。入植地の拡大に伴って、アメリカ先住民族の襲撃に対抗するための自警団が必要になったことから、1823年、オースティンは10人の志願者を募り、騎馬によるケーラ隊を組織した。当時、地域内を巡回するという意味のレンジからの派生語として、騎馬パトロール隊員がレイエンジャーと呼ばれていた。 1835年にテキサス革命が勃発すると暫定政府は参個中隊からなるレンジャー部隊を設置した。これは軍の指揮下で国境警備にあたる騎兵部隊だったが、テキサス共和国成立後、さらにはテキサス併合後も存続し、次第に州内全域の一般警察活動も所掌するようになっていった。 20世紀に入ると、モータリゼーションの進展とともに、街道上の治安維持が問題になり、全米でハイウェイパトロールの発足が相次いでおり、テキサス州でも1929年に設置されていた。そして1935年に州公安局が設置され、テキサスレンジャーはハイウェイパトロールとともにその参加に入った。もともと州公安局の各部門は、 それぞれ別々に出先機関を設ける縦割り方式をとっていたが、1957年の再編の際に6つの地区ごとに分ける横割り方式が採用された。これに合わせて、テキサスレンジャーも6個中隊に再編され、地区司令部と同じ管轄区域が割り振られた。しかし地区司令部の指揮下にあるわけではなく、運用担当副局長と調整はするものの、公安局長の直轄下にある。 現在、テキサスレンジャー部は人員222名を要している。上記の6個地区中隊の他に特殊作戦群が設置されており、スワット部隊や爆発物処理班、国境警備のための偵察部隊などが編成されている。レンジャーに就任するには8年以上の法執行官としてのキャリアと2年以上のテキサス公安局における職歴等の資格要件がある。 つまり仲間内からしか新しいレンジャーは生まれない。平均年齢も44歳となっている。歴史と伝統に基づく誇りを大切にし、現在でも新任のレンジャーはブーツ、白のカウボーイハット、ピストルベルトを前任者より引き継ぐ。発足当時よりわずかな日当以外、馬や銃などの装備類はすべて自分持ちであったことから、現在でも制服はない。 日常業務時には胸にバッチをつけ、ブーツを着用することになっている。一般に武装は、45口径の M1911A1、または、357口径リボルバーであるが、未だに、コルトサーを傾向するレンジャーもいる。その伝統から白人のみの組織と思われがちだが、特に現在では、黒人やヒスパニックなど、白人以外の人種も受け入れている。 テキサスレンジャーのバッチ正義のヒーローとして数々の武勇伝に飾られたテキサスレンジャーであるが、その正義とはもっぱらアングロサクソン系アメリカ人の視点からのものであって、先住民であるインディアンや国境を接するメキシコ人たちにとっては全くの不正義と言えるものであった。とりわけメキシコ人に対しては文明的に劣っていると信じていたため、 法執行官という権力を持つ者が行った悪辣な暴虐の類は目を覆う者が数多い。インディアンに至っては、後年、キリスト教徒でないという理由だけで人間として扱うことすらなかった。ありがとうございます。